リアロ・チェルボネ・イスクリーは、ポーランド空軍の公式デモンストレーションチームである。チーム名の和訳は、白赤の先行。本記事では、元となった別名チーム時代も合わせて記述する。1969年2月16日、ラドム航空基地の第60教育航空連隊内で、ポーランド最初のディスプレイチームロンビックが、 TS-11 練習機4機により編成された。チームはいくつかの展示飛行を2機のソロで実施した。チームは1971年8月17日、ベンブリン航空基地で開催されたポーリッシュエアフォースデーで初の公式展示飛行を実施した。チームは1981年に一旦は廃止されたが、1984年春に再編成され、 1985年7月5日にポズナンの第31航空基地で展示飛行を行い再デビューを果たした。1989年チームはエスクリーに名を改められ編成もフォーメーション6機ソロ1機に変更した。1991年機体の塗装をそれまでの作戦機としての塗装からポーランドのナショナルカラーであり、 国旗と同じ配色の白と赤に改められた。この塗装は細部の変更はあったものの2016年現在も同じ塗装が用いられている。以後、チームはポーランド国内だけではなくヨーロッパ各地で開催される航空ショーに出場した。1995年、チームの編成をフォーメーション9期ソロ1機に変更した。1998年、 チームの編成をフォーメーション発揮ソロ2機に変更した。同年11月11日、ワルシャワ航空省で悪天候の中を演技中に5番機が事故で墜落し、操縦士2名が死亡した。この事故後、チームは約2年間活動を休止した。2000年6月17日、チームは第一飛行訓練センターへ配置外となり、デンブリン航空基地へ移動した。またチーム名を B.O. チェルボネースクリーンに改めるとともに、チームの編成をフォーメーション7期ソロ1期に変更した。2007年9月1日、ラドム航空ショーで演技中に2機が空中で接触して2機とも墜落し、操縦士2名が死亡した。2016年12月27日現在、チームは活動を継続している。チームが使用するスモークは、機体の塗装と同じで、 ポーランドのナショナルカラーでもある白と赤のみである。チームはその演技と塗装でポーランド国外からも高い評価を受けている。ポーランド空軍には操縦教官が練習機で展示飛行を行うオルリクエアロバティックチームも編成されている。航空ファン通貫664号 P25 では訳を赤白としているがその場合の原文は チェルボネビー王となってしまうため、本記事ではポーランド語表記の順番通り、白赤とする。国籍標識やポジションナンバーの表示位置の変更、基地やチーム名の変更に伴う対象のデザイン変更など、ありがとうございます。